はい、今回ですね、新しく追加されたこちらの戦闘機パイロ、このパイロなんですけどもね、戦闘機としては形状が非常に特殊ね、まるで車の、後ろについてるスポイラーみたいなね、ものがね、そのままそっくりここにもついてますけどもね。そしてここからね、アフターバーナーがブフォーって出るわけですよね、火吹くわけですよ。で、この火吹いたところ、火吹くこの直前にね、こうやって人が立ってたら、もしもまあ通常だったらね、空の彼方まで吹っ飛ばされて、さよならバイ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 キーみたいなバイキンマン状態になるわけですけどもね、今回に関してはスポイラーで食い止められるんじゃね的な、そしたら面白いんじゃね的なね、もう発想がね、もう小学生の研究、自由研究レベルですねもうツイッターにあげる。さあ早速ですね、このマップモッドを使って人を出していきたいと思います。せっかくなんでね、このイケイケのね姉ちゃんに、おーっと姉ちゃんの質量がめちゃくちゃ高いっていうか、いきなり死んでない、大丈夫ですね大丈夫、健康状態ですね。このお姉ちゃん無敵ではないんで、車に轢かれたら死にますし、銃で撃たれても死にますね。なのでアフターバーナーにね、吹っ飛ばされたらどんなことになるのか非常に楽しみでございますね。見た目がねちょっと同じすぎてちょっとおかしいので、他のねバリエーション追加したいと思いますけども、さあこんな感じで、あと1人ぐらい追加するかな、あと2人ぐらいいけるかな。いや、やろうと思えばね、5人、10人ぐらい配置できるのかな、これ。ちょっと横にずれるけどもね。まあいいや、これぐらいいた方がやっぱ見栄えがね、面白いと思うので、2人とか3人じゃつまんないでしょうから、これぐらいちょっと追加しておきまして、で、このね、スポイラーの部分まで身長届いてないんですよね。だから、このままだと多分、抜けて、こう、シュルーって抜けていっちゃうと思うんで、それじゃ面白くないんで、壁っていうかランプ追加しましょうか。ランプっていうのは滑り台みたいな、こういう形状のね、オブジェクトなんですけども、あ、これいいね。これとかめちゃくちゃいいですね。これをちょっとうまい具合にこう配置してみればどうだ。こんな感じで坂を配置することができるわけですよね。あとは高さを調節していくだけですね。さあ、これこそ僕の思い描いてた絵面そのまま映像として再現しましたね。もうサムネにしてもいいぐらいだわ。あとは僕が運転席に座った瞬間にもうアフターバーナー点火するので、それで一気に吹き飛ぶ世界初の戦闘機プレイ、 13P 戦闘機プレイ、どうだ、いくぞ。さあ、たった一発の噴出で、おーすごい、12人吹き飛ばした。おーすごいすごい、1人なんか一瞬で起き上がってきた。おー、2人目起き上がってきたけど、あー、スポイラーに直接ぶつかって死んだぞ。おーっと、やばいみんな逃げようとするが、スポイラーに激突。匍匐前進でちゃっかり2名離脱しようとしてるぞ。ちょっと待て待て、パンチラパンチラ、せめてパンチラ残して、ちょっと、あ、ちょっと逃げんなよお前。わー、なんか約2人ほどガチの意味で死んだやつがガチの意味で行ったやつがいるぞ。ちょっと大丈夫かやばいよ、どうしよう。てかなかなかね、吹き飛ばし方はね抜群だったんですけど、やりたいことができてないね。スポイラーに当てて吹き飛ばすということが、アフターバーナーで吹っ飛ばした後スポイラーに当てるってことがちょっと一人も叶わなかったっぽいね。お姉ちゃんに飽きたんで、そろそろね別の男に乗り換えたいと思いますって言ったらちょっと意味深だな。自分そういう趣味ないですけどね、ちょっと動画臭くなりそうなんで、それについてはこの辺で、まあこういう感じでですね、配置していくわけですね。スーパーマンというか、インポマンという名前ですけどもね、名前については別に触れていきません。僕の動画健全なのでね、まあ、ちょっと股間を見てもらえればね、どういう状況になってるか、まあ、お察しつくでしょう。このインポマンの股間ですね。まあ、このシュールだな、本当に。なんか、すごい現実的なね、視点から見れば、もうただの気持ち悪いおっさんですね。はい。インポマンとか名前はかっこいいけどね、いかにもなんか戦う戦士みたいな感じの名前ではいるけどもね、実際ただのね、中年親父ですよ。変な趣味を持った。さあ、これをね、今からね、さあどうなるのか。この乗り物の、でエンジン入れた瞬間にも発動しますんで、アフターバーナーなんか点火しなくてもね、出力出ちゃうんですよ、空気がね。さあ、それで吹っ飛ばせる、いくぞ、いけ、あれ、吹っ飛ばして、おお、いいね、おいいね。で、ちょっとずつ後ろに下がってって、後ろのやつらも吹っ飛ばしていきたいところだが、おお、いいね。あ、一人ガツンと来たぞ、一人決まったぞ。ちょっと理想の絵図が再現できました。飛ばしていきたいところだが、おお、いいね。飛ばしていきたいところだが、おお、いいね。飛ばしていきたいところだが、おお、いいね。これはいいね、期待に応えてくれる、さすがインポ。もうちょっととんでもないワードを今放ってしまってる。ちゃんとマンつけないとね。さあ、おお、ごめん、スポイラーでガツンしちゃったね。ちょっと身長あれなんだろう、身長届いてないんだから、ちょっと普通に下がってもくぐれるはずなんで、ちょっともう一回普通に下がってみようか。普通に下がって微調整してみよう。この状態でちょっと下がっていきまして、のブフォー、おー来た、ブフォー、おー来た、すごい、今決まりましたね、たまんね、うわー、決まった、いい具合に決まりますね、これ。
おお、いいね、インポマンちょっと逃げてる。あの、逃げ合わせてるインポマンをうまいことちょっと捕まえて、これにはバックね、微調整が微妙に絶妙に難しいんですよ。あっ、きま難しい、これ難しい。いやー、この左右のね、 LR とね、 L1 と R1 がね、操作反転してるんですよね。超やりづらい。おー、いけ。あー、吹っ飛ばせないね。なかなか結構耐えるね、結構耐えますねこれ。うーん、じゃあお次はちょっと変えていくか。なんか、変えてですね、そうだね、バイクに乗せた状態にしてみますか。例えば、バイクに乗せた状態にとかにできるかな。あ、バイクちょうど一発目ですね。さすが、もう優秀ですね。バイクに、ちょっとなんか適当にキャラクターを乗せた状態で、まあこれはただのね、おっちゃんだけど、まあ、キャラクターは何でもいいでしょ。で、僕がこの一回ちょっとおっちゃんに、おっちゃんを一回乗っ取りましてですね、こんな感じで、で、おっちゃんにちょっとバイクを乗らせると。で、自分は先ほどの、キャラクターに戻りますと。さあ、楽しみ、ワクワク、ドキドキ、図画工作の時間だよ。ねえ、ちょっと何言ってるんだろう。いくぞ。3、2、1、9。さあ、点火。ブフォー、あれ、当たってない。ちょっと当たってないかな。ちょっとずらして微調整していこう。微調して。あれー、何にもない。あれ、おかしいな。変化ないぞ。何も変化ないってどういうことやねん。ちょっとつまんないおっちゃんやな、これ。もう。ねえ。このパイロのね、特殊すぎる後ろの形状ね、このね、穴の部分に、このアフターバーナーとスポイラーの間の穴の部分に何かを入れていきたい、刺していきたいね、男だったらいろいろと刺していきたいものあるでしょう。さあ、うまく決まるか。決まっなちょうー、危ない。9000回来た。なんとか持ちこたえたドラえもん、いいぞ、頑張れ。そのまま第2のチャレンジ、うまく決めてけ。これを穴に入れていくんだ。女の穴に入れられなくても、せめてパイロの穴には入れたい。おーおーい、生きてたわ、無敵だったわ。